世界で一番短い聖書のお話の時間となりました。今日は、第一テサロニケの5章18節、すべてのことについて感謝しなさい、ここからお話をしたいというふうに思います。どうしてすべてのことについて感謝するのかというと、私たちは問題とか失敗とか困難が来ます。しかしですね、それを許されているのは主であって、そして主は感謝を進めているわけですね。それはその後ろに神の素晴らしい祝福があるからです。多くの人が悪いことが起こるとすると嘆きます。これからどうなるかと思います。しかしそれは間違った対応です。主はそうは言っていません。感謝しなさいと言っているのは、その後ろに神の素晴らしい計画があるからであるということを言っております。私は感謝を知り始めて、いろいろな問題困難にあってきましたが、しかしその後ろに神様の素晴らしい恵みと祝福を見てきました。そして神様の言葉はまさに正しく、私は間違いなくそれを見てきたのであります。私は体が弱く、そして病気になってしまいました。そしてですね、普通の人のようには生きていけないと、このように病院で言われたんですね。しかし、私たちには神がいます。同じようにはなりません。私は感謝しました。その中で神様はですね、病気の後ろにある神の計画を見せてくださったんですね。私は病気でしたので、それを通して神様に求めました。そして癒されたんですね。そしてその癒されたという体験が、私が癒しの奉仕に立つ上での大きな力となりました。ポイントとなりました。それとともにですね、神様の癒しは普通ではありませんでした。私は病気になった後、私は手術もしましたし、死にそうにもなったので、そして同じように、病気後は、健康が同じように生きていけないと、このように言われたのですね。しかし私は元気いっぱいになりました。25年間病気で一日も寝たことのないというような特別な助けと恵みを受けたのです。私は病気という困難を受けましたが、その後ろに神の素晴らしい計画がありました。そして私はそれを見たのです。それは御言葉を通して私はそれを体験しました。信じる者、従う者はそれを見ます。しかしもしクリスチャンであっても信じず従わないのならば、確かにいろいろな問題に巻き込まれるでしょう。クリスチャンは神によって祝福されています。しかしそれは神の言葉を信じ従うという信仰を使っての話であるのです。それへ皆さん、信仰を使うことを通して神の栄光を表しましょう。呪いが益と変わります。マイナスがプラスとなります。そしてマイナスから大きな祝福が生まれてくるのです。どうもありがとうございました。